龍郷町で春の訪れを告げる彼岸桜の開花宣言が行われました。五輪以上咲いておりますので開花宣言いたします。龍郷町では奄美自然観察の森にある彼岸桜の標準木に五輪以上の花が咲くと毎年独自に開花を宣言しています。今年は去年よりも3日早い開花宣言となりました。奄美自然観察の森やその周辺はおよそ570本の彼岸桜の木が植えられ花見の名所となっています。つぼみをつけた木も多く来月中旬が見頃になりそうです。今から桜にいろんな野鳥も集まってきたりしますので、そういった野鳥だったりとかそういう自然の方も含めてですね、楽しんでもらえればいいのかなというふうに思います。